はい。では、今日は山澤さん呼んでいただいてありがとうございます。その出るんかなと思って、出ることにで、そう、呼んでいただいたんです。今日は私のお店なんですけど誘っていただいて、今日は、ちょっとやることになりました。深瀬兄と申します。今日は市村さん本当にありがとうございます。遠いところ、ちょっとやります。
私のギターといえば私のギターで、ここ の, あのお店に置いているギターなんですけど、すっごく弾きやすくて、ここで暇な時はこのギターで練習してて、
でもいつもここで弾くときはあの自分のギターを持ってきて、そして今も持ってきてるんですけども、あのなぜ今日はこのギターを使うかといったら2つ理由があって、あの1つはこれ竜田さんがこれを持ってきたからっていうのとそしてもう1つはあのちょっとそこに健太さんいてるけど、いつも私の弦変えてくれてありがたいですけど、いいですか言っても、あのエレキの弦をアコギに貼られてやななんか間違っそんなことあると思って、本当にすごく高い弦やからもう外したら使えんしもったいないって言って、多分ねそうやと思うんですよ、使えないですよねあれね、もうね2000何百円の弦で、そうもう飲むな、飲むしかないわ。飲むしかないそれでそれをライブ、あ、ごめんなさい、ライブあの当日に、まあ、言われてですね先週の。で、あの、まあ、いっぺん弾いてみようと思って弾いたら、まあなあっていうぐらいだったんですよ。でもやっぱりね、あの本番、やっぱりちょっとそれ1時間ぐらいやったんやけど、ちょっととなと思ってどうしましょうあれ。今日明日のライブまでの弦張り替えたいと思います。ああそう、もったいないけどね。しゃあね、もう結構言うたら悪いけど、すごい弾きにくかった。そういうこともあれやし。そう、まあ、そんなことは置いといて、じゃあ。闇に消えて誰もいない冬の
ね、これもいつものカポじゃないんですよね。実はあの洗濯バサミ型のカポを使ってるんで。あと2曲やって終わります。ありがとうございます。最後の曲、これ気使いますね、これ、はい、ね、どうして、ちょっと、
やっぱ慣れてないもんで申し訳ございません。そしたら最後の曲でじゃあ私後で乾杯してくれると思うんで、じゃあ後に取っといていただきます。最後そう山沢さんが言ってた4年前に市村さんが田辺に来るかもしれないという機会があって、でね、本当コロナ中っていうか、まあ終わったわけじゃないけど、本当に出ていけなかったし、なんか歌ったら殺されるぐらいの田辺怖いなと思ってひそひそとしてて、まあライブもちょこちょこしてたけど、まあでもやっぱね県外ちょっと出て怒られるんで、ライブなくなったりね、いろいろなんでこれして、まあまあでも歌ってこれてよかったなというような、何でもいいから歌おうとかいう歌を、歌って今日は。じゃあ私もいつも自分のお店やけど結構記憶なくなることが多いんで気をつけて、飲みたいと思います。ありがとうございました。これほんま、そうほんまになんか安定せんな、チューニング、なんでやろね。
実の植木だよ。あなたはそこにいた。昼も夜も楽ではなかったよ。